はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。はい。皆さん、車乗るときって、まあ、レンタカーもそうなんですけど、シートベルトってしてますか？まあ、していない人が、まあ、ね、いると思うんですけど、まあ、散々ね、シートベルトしなさいっていうふうに警察の方も、行ったりだとか CM とかで、うん、出てたりとかしてて、うん、まあこんなに危ないことなんですよっていう話をしてたんですけど、まあ前の2人運転者と助手席の2人はシートベルトをしてても、後部座席の2人もしくは3人がシートベルトをしていないっていう確率がまあ多いみたいですね。うん、まあ前の2人をね、してればいいやっていう、まあ、部分はあると思うんですけど、やっぱ多いみたいですね。うん、私たちの場合は必ず後ろの人でもしてねって無理やり装着させています。なんだっけ、実家にいた時に、まあたまたまね、たまたまって言ったらね怒られるけど、まあなんて言うんだろう、お墓参りに行く時にやっぱり車で行った方がいいので、まあ立地的にね、同じ市内ですけども、その結構離れたところにあるんで、まあ車で行くしかないんですよ。うん、バスもあるんだけど、バスもね、やっぱりね、30分に1本とか1時間に1本ぐらいしかないんで、それだったらタクシーとかね、自家用車で行くっていうこともあるんですけど、その時もね、一応、まあ、ばあちゃんも母親の方も、装着させています。まあ他の人はどうなんだろうね、無理やりにでも、まあまあ、やっぱ事故を起こすとき、事故が起きたときって、やっぱ大変危ないですし、私なんかもね、やっぱり事故は起こしてないですけど、ちょっと急ブレーキをしちゃった場合ってあるんですよ、何回か。で、そのときにやっぱりシートベルトしてないと、あ、やっぱり窓の外に出ちゃうなとか、その前にあるそのなんだっけ、エアバッグのある場所に頭を打ちつけるなっていうのが、まあ、想像できたんで、あ、危ないなと思ってシートベルトをしています。で、一応ね、後ろの方も危ないなと思ったのは、その助手席運転者の方の背もたれのところに頭をぶつけるし、そのぶつけられた方はその勢いもあってまた外に出ちゃうなって思ったちょっと、ね、意味分かってないと思うんですけど、意味ね、ちょっとよく伝わってないと思うんですけど大変だなと思うし、やっぱりそれでもそういう事故になった時にシートベルトをしていると脱出できないんじゃないかっていうふうに、まあ思う人もいるようなので、まあしないっていう人もいるだろうし、
いちいち取り付けて外してっていうのも、まあ、めんどくさいからやらないっていう人もいるだろうけどね。うん、皆さんどうでしょうか。まあ後ろのね席じゃなくても普段からシートベルトしてますか、していませんか。ちょっとに気になるようなんで、気になるようなんでじゃないや、気になるので皆さんのご意見いただきたいと思います。それでは皆さんさようなら。いいねお願いします。